本格ミステリーからラブコメディーまで多彩なラインナップの夏ドラマ。すでに佳境に差し掛かり、それぞれのストーリーがどんな結末を迎えるか見逃せない。さらに今期は、旧ジャニーズタレントたちが多くの作品に出演しているのも注目だ。そこで本誌では2024年夏ドラマの、演技下手だと思う旧ジャニー俳優、というアンケートを実施。気になるその結果は、 第3位二宮和成嵐、ブラックペアンシーズン2、TBS 系ヒットドラマの続編ブラックペアンシーズン2で、悪魔、と呼ばれる天才医師を演じている二宮和成が3位に、手術で嫉妬するかどうか、患者とのギャンブルで決めるという突拍子もない人物だからか、本人のイメージに合っていない、60代女性、サービス業、作っている感が出ている、30代女性、 医師、医療関係者、スーパードクターには見えない、30代女性、パートアルバイト、という意見が。また、生きがっているように見える、50代女性、会社員、偉そう、40代女性、会社員、というコメントもあり、演じている役柄への嫌悪感が、そのまま二宮への評価につながっているようにも思える。癖のあるキャラクターを演じる上で、 視聴者の反感を買うことは避けられないのかもしれない。第2位渡辺翔太、スノーマン、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、渡辺翔太がドラマ、陳太郎くんは意地悪で演じているのはイケメンでもてもてながら恋愛に興味がないという、絶食系男子。演技がぎこちない、60代女性、専業主婦、セリフを言わされてる感がある、50代女性、専業主婦、 表現力があまりない40代女性会社員という指摘が実は渡辺はドラマへのレギュラー出演が少なく本格的な演技経験が浅いのださらに数々のインタビューで女性や恋愛への苦手意識を公言しているので本作のような王道ラブコメディーはなかなかハマらないのだろうまた漫画とイメージが違う50代女性パートアルバイト 原作が好きで期待感を持っていたからか、棒読み感が強い、40代女性、無職、と、人気漫画の実写化ゆえの批評もあった。第一位桜井翔、嵐、笑うまと漁師か TBSK、笑うまと漁師かで桜井翔が演じているのは、未来の総理大臣候補と呼ばれる若手政治家。クリーンで完璧なイメージながら、実は腹の底が読めない人物として描かれており、 欲揚のないセリフ回しが多い。そのためか、セリフに感情がない、60代女性、専業主婦、演技というより台本を読んでいるだけ、60代女性、専業主婦、と、棒読みしているように感じられるのだろう。また、劇中で桜井が関わるのが演技派俳優揃いなので、周りが上手いだけに、浮いてしまっている、40代女性、会社員、という指摘もあった。 さらに、司会のイメージが強く、役者として見られない、50代女性、無職、ニュースキャスター向きだと思う、50代女性、会社員、と、桜井の強みであるキャスターや MC としての活躍も、俳優としては雑音になってしまうようだ。多くの俳優がしのぎを削っている夏ドラマ、クライマックスの展開はもちろん、俳優たちの演技にも着目して結末を見届けたい。